エミール・エッテ・エミール・エッテは、キリスト教マロン派を代表するレバノンの政治家。シャルル・ダッバス時代には、同じくマロン派のビシャラ・アルフーリーとダッバス後継の座を争った。1929年10月29日から1930年3月25日の期間には、レバノンの首相を務めた。エッテの政治スタンスは、イスラームはレバノンにとって危険な立場であるという姿勢であり、ムスリムとの連携を唱えるフーリーとは立場を異とした。また、国民ブロックの創設者でもある。1936年1月に開催された議会において、一票差で大統領に選出されると、フランスへの依存を強めながら、フランス・レバノン条約の締結を進めると同時に、ムスリム出身のカイル・アッティが2部に首相を任命するなど、大統領就任後は、ムスリムに対してやや柔軟な姿勢を示した。1943年11月のレバノン独立前夜にはフランスの支持を取り付け、一時的に大統領の座に返りつくが全国民の批判を受け、わずか11日で宿敵のフーリーに大統領の座を明け渡した。ありがとうございます。